では、ひらがなの「つ」ね、説明していきます。まず一つね、書きます。で、ボールペンでも。つ、元の字。川。ね。ちょっとね、川とは言われてるんですけども、川って、ちゃんと分かってないみたいなんで、多分川って言われてるぐらいです。でまあ、川ね、くずしかの。崩れてきて、大きくね、遠くへ行くように、あんまりこう、こっちに戻ったりね、左に戻ったりしないように大きく、あとはね、入りも柔らかく入るようにね、こういうとこが重要になってきますので、ぐっとここで押さえてしまったりはしないようにね、動きながら、筆動かしながらゆっくり入る。少し右上がりで、ね、少し右上がりで。これ真横に入ってしまうと結構下がってしまうこと多いので、少し気持ち右上がりで書いてください。では終わります。